こんにちは。居合一人稽古です。今回、刀剣豆知識と題して、日本刀の各部名称を順次紹介していきたいと思います。居合を始める時の必需品、刀。その刀とこしらえの各部名称を紹介します。またそれにまつわることわざと関連する事柄を豆知識機として楽しみながら学びましょう。日本刀。武士の魂とまで言われる日本の伝統的な芸術品。刀身自身と周りの装飾を含めた、こしらえと呼ばれる部分の名称に、毎回一つだけスポットを当てて解説をします。今回のピンスポットはしのぎです。しのぎとは、日本刀におけるしのぎとは、刀身の側面にある山高く肉厚になっている部位のことです。最も厚みのある線のことをしのぎ筋、胸かっこまたは峰とも言いますが、かっこ閉じるとしのぎ筋の間の平らなところをしのぎ地と言います。昔の刀匠によって刀身を強靭に、そして鋭利にするための形として生まれました。今回もしのぎに関連することわざを調べてみましたが、あまり見つからなくて困りました。数少ないことわざの中にしのぎを削るというものがありますが、それ以外には誤って使ってしまいそうな別用語を見つけました。その場しのぎと麻薬の密売は暴力団のしのぎ。しのぎはしのぎでも、今回とは別の意味合いの用語です。さて、それでは本来のしのぎを削るについて意味を解説いたします。しのぎを削るとは、
日本刀の側面部のしのぎが削り取られるほど。激しくぶつかり合って切り合う様から。互いに力を出し合って激しく争うことの例えを表します。ちなみに、その場しのぎのしのぎを使った表記は誤りとなります。以上がことわざ豆知識でした。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。今回から日本刀及びこしらえの各部名称と、それに関連することわざも順次紹介していこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、コメントの方もお気軽に書いていただけると、動画制作の励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。